理事長、大橋理事長おっしゃってたけど、なんか寝る間もないぐらい頑張れって言ってたけど、私の受け取り方は寝る間もないぐらい楽しかったんだと思う。新入生たちに私たちどうって超楽しいよ、ここにいるの最高っていうのを見せつけてほしい。 And right now we're going to learn their show。で、今から何を習うかっていうと、じゃあ教えるみんなが新入生がやるショーの練習をします。
毎日思ってて、子供たちとダンスして英語も教えて喋れるから、だからいっぱい勉強もするし、いっぱい自分が足りないなと思うこともあるけど、ヤンガーベイカーズにいた頃も今もう全く一緒で、自分を信じること、楽しむこと、あと仲間を楽しむこと、仲間と一緒にいることを楽しむこと。理事長、大橋理事長おっしゃってたけど、なんか寝る間もないぐらい頑張れって言ってたけど、私の受け取り方は寝る間もないぐらい楽しかったんだと思う。理事長って本当にそのぐらい子供たちというのは教えるのがどん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 楽しくて、どん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 ハマってたと思う。だからみんなもそういうものを探してほしいし、新入生たちに私たちどうって超楽しいよ、ここにいるの最高っていうのを見せつけてほしい。いっぱいメッセージとか曲にもあるし、それぞれ伝えたいこと全然違うかもしれないけど、何より新入生たちにここ超楽しいよって、私今すごい幸せなのっていうのを思いっきりぶつけてほしい。だから自信も、練習できる時間はいっぱいあるから3日前、イエーイ、一つのチームとして頑張りましょう。秋山剛太郎です、今日は私はラップも教えてるんですが、即興芝居とかも担当していて、特に一番の専門はファシリテーションっていって、まあ、ワークショップの誘導進行係っていうのを、それをいろんなワークゲームなどを用いて、その目的に応じた内容をプログラムしてワークショップをリードしていくっていうのが一番専門でやってるんですけど、今日はそれも皆さんに伝えようと思います。で それだけで何て言うんですか、向こうも俺に対する恐怖感がなくなったり、あの人意地悪いキャラ、俺も見ていいかなって思ったりして、多分ショップだったら多分パフォーマンスをちゃんと成功させるっていうのが私たちの目標で、それを共有して一緒に、まあ、してすることはいいんですけど、終わった後にその緊張が楽しかったかなっていう、あの緊張も楽しかったね。で、一つの自分の楽しみの一部になったら、盛り上がる、イライラ、安心感、リラックスで考える暇を与えて、これだけね、要素があって、これ全部クリアできたらいいんだけど、ミッションは30分しか、今この30分間でやれるとして、優先順位としてみんなはもしやるとしたら、まあ、全部はやりきれないと思うけど、このポイントを抑えたいね。だけど、まあ、でも今日最初本当に本人じゃん、全員だけ、まあ、で、1位名前で、名前をまずは発表するときにみたいな、1人でも知ってる名前を出せた。そうだから、じゃあまずなんか1個で、それトライっていうのはゲームとちょっと感覚が似てるのかもしれない。ゲームとかなんかとりあえずなんかやってみようみたいな。そう、体覚えさせてって、そういうことでしょ。パズポンでできるかもしれないし、それは分かんない。次はですね、やっぱ30分しかないんですよ。で、30分でなったらこうなんか、まあ大輝言ってくれたんだけど、ヤングアメリカンズの時ってさ、こうもうなんかこう入った瞬間に、何この人たちじゃないけど、まあ、ワールドディズニーランドに来るみたいな、うわーすげーみたいな感じになるじゃない。だからそれをこうなんか、うちらもやってバーン、そっからこうモチベーションじゃないけど、それをブワーンテンション一緒に引き上げて、でそのテンションに持ってくみたいな、そのこれみんなヤッホーみたいなちょっとこれさ、いろんなターゲットによって違うんだけど、まずは今回の目的、ここでの目的は何？今日の目的、まあ、どんな自分でもとりあえずやれたっていう達成感とか、難しいこといきなりやっちゃったけど、なんか全体でできちゃったね、はぁみたいな共有だとか、そしてしかもそれを全くほぼみんな初めてなんだけど、全員で共有した時の一体感とか、その新入生同士が、あ、なんか挑戦できたっていうような
感覚、達成感を、まあ、抱いてほしい。ノリノリな人はいい。普通に乗れるから。それができない人をどうピックアップするかがポイント。予想されるマイノリティ、それも苦手な子はどういう行動を取ると。一人で行っちゃう子はいるよね。一列でいてもそこに入れない。そこをフォローするのはみんなで。今日ちょっとその1000になって10人切りしようって言いましたよね。で10人になります。そしたらまあお互い名前呼び合うゲームしようと思います。みんなのアイデアと。その後これやってみたいと思います。で、この時にわーっていうのが出なくなったらクリアです。ある、うん、6チームから8チームぐらいできるんじゃないでしょうか。10人組だとそこにみんなも混ざってもらう。旅に出ます。今ここみんなニュージーランド
同じ旅に出る、例えば海の中とかも行けちゃうかもしれない、うん、でそこで例えばそんな冒険をした後に例えばとっても強い愛を見つけるかもしれない、すごい大事な関係をコネクションを作れるかもしれない、でそういう風になってどん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 年を取っていくときに自分がどれだけのことをやってきたか、自分がどれだけ大変な思いをしてきたか、それが自分にとって何なのかっていうのがだんだん気づき始める、うん、ですごく一番最後のライオンキングにつながるところは、じゃああなたが何かをやり遂げてここまでたどり着けたとします、ただ自分がなりたいものになったわけ、多分周りが聞くでしょう、あなたにどうしてそうできたの、どうしてそうなれたのって、でもそれってあなた自身のあなたらしさだったり、一歩ずつ頑張って歩いてきたり、周りの人がいてくれたり、そういうものを全て通り越した中で今があるっていうのをその最後のライオンキングのパートで歌ってます。でそれでまたナーチゴに生まれる、だからサークルオブライフ、命が全部つながってる、別に何でもゼロから100ってわけじゃなくて、そうじゃなくて、そういう問題なくて一つの丸、だから最後みんなで演技になって、はい、So, for us, for everyone, whoever is a teacher, it's always hard to show them how much you care. で、先生とかそういう人たち、多分みんなすごい考えたり辛い思いをここですると思うんだけど、こう自分がどれだけできるかっていうのは悩むと思うのね。で、私たち先生って呼ばれる人たちとかが 200% 力で教えました。みんなで、うわーこれ楽しいね、こういう体験ってすごいってなるかもしれないけど、子供たちが取れるのって大体それの 70% ぐらいのね。っていうのは別に慣れてないから、こういうことで。And also for us as teachers,Sometimes the hardest thing is to realize that maybe you're not the right teacher for this student. で、先生にとって何が辛いってさ、生徒にとって私ってなんかできてないのか、この子たちには違うのかなって不安になっちゃう気持ちが一番辛い。But that's why all of you are here. You guys are all great dancers from Shots. Every one of you is seriously a great dancer. 本当に、I'm so serious. Like, to be able to do what you do now,was better than what I could do at your age. And you guys should be so proud of yourself. 私たちが未熟だけど、でもみんながいてくれるから今日は絶対パーフェクトになるって信じてるね。っていうのは、一人一人のみんなが素晴らしいパフォーマンス、素晴らしい心を持ってるし、教えようと思ってここに来てくれて、それだけで完璧。私たちのできないところを絶対補ってくれると思う。この子にとって愛子はダメかもしれないけど、この子にとって愛は完璧かもしれない。みんながみんなのそのありのままそのままでいてほしい、そのままの姿でワークショップに来てほしい、で例えば隣の人が自分よりダンス上手いかもしれないけど、でも私っていう人はこういう夢を持ってるし、違う側面を絶対持ってるわけだ、一つの物差しで測れない人って。 So as a team for all of us together to, like all 12 of us, it's really important that we trust each otherだからチームとして何が大事かっていうと、お互いの側面、お互いの個性を全部信じること。But the first person you have to trust is yourself. うん、でも一番最初信じなきゃいけないのは自分だよ。自分を信じれて初めて愛を信じる。Especially like、なんかいつも自分も思うんだって、もう間違えてばっかりだし、本当にもう間違えてばっかりだし、すごい内気ですごいシャイな部分を持って、もう一人で大好きとかそういうところもあるけど、でもそれでも自分で頑張んなきゃなとか、でも自分の何とか練習しなきゃなと思える、うん、そうで、今日のワークショップでずっと頭で唱えててほしいことがあるんだけど、それは間違えても全然大丈夫です、本当に間違えても大丈夫、次やること忘れても全然大丈夫です、笑えばいいと思う、でも一番大事なのはあなたのことじゃなくて目の前に子供たちが一番大事、それだけ覚えてる、うん、子供たちを笑顔にさせることが一番大事だから、うん、なんか自分だけのために仕事をしてしまったら周りに広がっていくことってないから、ダンスもお客さんのためにでしょ、先生も生徒のために頑張るでしょ、それと同じように自分自分自分で打ち向いたら何も生まれないから、目の前にいる人を笑顔にさせることを大事に考えてほしい。525,600 minutes 525,000 months of
い、今からアンケートを配りますので、左側の方、ワーク前っていう、部分の方だけ、アンケートを記入してください。はじめまして、こんばんは。こんばんは。って言います。私たちは、創志学園グループの中のトクラーク東京キャンパスからやってきました。はい。そして Tonight we're gonna learn a few different things。 で、今夜みんないろんなことを習ってくるんだけど、 The theme of tonight's project is ことだま。 今日のプロジェクトの由来っていうのはことだまっていう言葉から来ました。 So what we want to do in this project is teach you guys so many different things, so many different ways。今日、まあ、まとめて言うと何がやりたいかっていうと、今日いろんなことをいろんなやり方でガン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 教えていくから楽しんでほしいです。それを進むのと大胆に進むの、自分の気持ち次第ですけど、大胆に進んだ方がドキドキする。で、失敗したっていいですよね。死にはしません。失敗したらもう一回やればいいです。そうやって大胆にやってった方がコツつかめませんでした。楽しかったですよね。それと相手を信じること、なんか酔っかかることでどんどん先に進めましたよ。これ基本のポイントだと思うんです。皆さん、今日は一緒に楽しんでいただいて、
Guess whose turn it is? みんな呼ばんでーす。本当にね、よく見えるの。でね、顔がね、絶対明るくなったよ。最初のクラブで。最初の時はね、もっと暗い顔の人もいっぱいいた。いやー、やっぱり今日も暗そうだなと思ってたんだけど、どん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 こう顔が変わっていけた。10人の先輩たちが助けてくれました。先輩たちが後輩のためにこんなに一生懸命やる学校って大学ってないと思うよ。 IPC 来てみて、少しずつ IPC の体験の中から自分を見つけていって、それ自分が成長していくっていう、それね、僕不思議な学校だとこう思うんですよ。大学として、昨日入学式した、今日こんなことした、みんなお互いがなんか心を開きながら、きっと自分が何かできそうかなと思い出してくる。それが今までやってきた中で、僕25年間やってきて IPC の一番の誇りは、やっぱり来た時に比べて帰る時にとても大きな変化をできたっていう、それが少しずつ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 で、先輩たちが最初はどんなことかなと思いながら撮ったとこがすごくいいよね IPC っていうことを言ってもらえるようになってから、今その変化が起こってきました。それが IPU でもまた起こってきました。 IPU は9年目ですけど、
今もそういう動きが出てきました。どうぞ今日入ってきた時と今の自分が全然違うよっていうのを本当に知りたい。こうして顔見たら、一度見てみたらと、自分の顔を変える時に絶対に顔が明るくなると。どうぞ、今日少し自分に何かがあるかもしれないな、それはダンスかもしれないし歌かもしれないし自分の夢をお互い言い合ったそれがあるかもしれないし、どうぞ絶対成功しようね。あの必ず隣には誰かがいて支えてくれるので、支えられて、頑張っていっていただきたいと思います。ありがとう、おやすみなさい。自身も成長にもつながったし、1年生のそのまあ来たてファンデーションの1ヶ月2ヶ月ってやっぱりみんな、まあ、僕も自身もそうですし不安がいっぱいあった。そういう不安をもう最初の30分20分でもうすぐ行き、ま、どっか行ったというか不安はなくなったっていうのはやっぱ愛子さん、バディさん、ね、秋山孝太郎さんの話を聞いたのもそうだし、なんか心から伝わってきました。教える側としてこう、生徒と接するっていうのは非常にいろいろなことを本当に学べましたし、今ショッツのメンバーとして、サードメンバーとして、生徒をショッツのメンバー、ダンスクラブのメンバーを教える立場となっているので、いろいろなことを本当に先生だったから教わったことを、本当にそのまま頑張って生徒に伝えてます。秋山先生、愛子先生、バディ先生、言霊プロジェクトの時は大変お世話になりました。ありがとうございました。その時に教えていただいたことを実践するように日々努力しています。委員会活動や、クラブ活動などで本当に、人と関わること、コネクションを作っていくことであったり受け入れて互いに進歩し合っていくっていうその大切さとかそういうことを本当に実感して日々過ごしています。ありがとうございました。あの数日間はすごい新鮮でいろんなことを学べたし本当に楽しくて、充実した数日間でした。いろいろ得たものを、これからの IPC 生活に十分に生かして、しっかり成長していきたいと思います。表現の仕方とか人とのコミュニケーションの仕方を学んだと思います。みんなと溶け込んでいってもうやっとったらもう自分先生なんかなと思うぐらいもうその生徒が笑うたびに自分がめっちゃ嬉しくなってもしこういう機会があればまたやりたいなって思いました。小太郎先生、愛子先生、バディ先生、先日は貴重な体験をさせていただき本当にありがとうございました。自分が体験してすごく楽しかったしすごく自分の人生に対して前向きに考えられるようになったしこれからも頑張ってみようと思いました。本当にありがとうございました。普通の授業とかそういったものからじゃ得られないものをたくさん得られたような気がします。と同時に自分がどういうことを将来していきたいかみたいなことがだんだん見えてきた気がして、あ、自分教えれば結構好きかもしれないとかそういうことを発見できることもあってとても自分のためになった気がします。で今回のプロジェクトはすごく楽しくて私の人生の中でもすごいかけがえのない時間だったし忘れられない思い出です。とても貴重な経験になったと思います。本当に楽しくてその疲れとかもう何も関係なしに思いっきり楽しむことができました。で楽しむだけじゃなくて先生方から教える側としていろんなことを学びました。これからの人生につながっていくと思います。それでそれと同時にやっぱそのみんなを笑顔にしたりその笑顔をもらって自分がエネルギーをもらったりその過程をやっていく上で表現ってやっぱ素晴らしいものだなって思いました。頑張って素敵な
パフォーマンスをいつもされてると思いますが、私もそれを見習って学んで、できる限りのことを頑張ってやっていきたいと思います。